あれを作った時かな、あのちょうどこのキャビネットを岸さんが作ってくれたんで、それに合わせてアームの高さどうしようかなと、これちょっと高い方がいいっすねとか言ったら、すごいんだよ、その場で、板その場で、あの切って、で作ってくれた。これはすごいなと思って、でここを切るのもすごいんだけど、ね、一番すごいのはこのセンター出し、はい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 、はい、でこれはもうここにやってぐさっと落とすわけじゃないですか。でそのすごい技術っていうか俺には分からない技術を見た。センター一発穴が開いててそこにスコンと落とせばいいはずなんで、俺だったらねこうやってグーって機械をやってカチャってやって、はい OK でガツンと落とすじゃない、ドリルを。岸さんはなかなか下ろさなかった。あれ何を見てたんだか分かんない。こう何回も何回も試して、なんかこうイメージみたいなのかな。あで多分そこはあのここがど真ん中じゃないなっていうのがなんとなくあって、それでこんな演習よりもはるかに長い時間ここにかけて穴を開けてた。でその時になんかすごいなんだかわかんないけどすごいなと思った。あれもしかするとこう節の感じでドリルが入る角度があるんかもしれない、ね、角度とか何かがあるんでしょう。でそうターンテーブルシート、ターンテーブルシート、これシートと言えるかどうかわかんないけどシートこだわってるの、まあ、ターンテーブルシート全く全く全く、あのどちらかというと自分はターンテーブルシートにこだわるというよりもこのモーターの思想に合わせるっていう、もしくはアナログプレイヤーの思想に合ったものを使うっていう感じなんです。あなのであま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 あ、そうだよね、これありきじゃないことは間違いない。そうなんです、うん、なのでデノンの方だったらデノンシステムの方だったら、うん、ダイレクトドライブでデノンはよく DC のコギングが嫌いで AC 使ったぐらいなんで、うん、やっぱりゴムなんですよね、うん、DC のダイレクトライブのやつを吸収するために、うん、で一方でロクさんっていうか今バルテルですけど、だからベルトドライブでなおかつフェルト基調というか、ああフェルト基調、はい、肝処理のされたやつを使うっていう、浮かすって発想だよね。そうなんです、浮かすっていう発想です。なのでデノンならゴムで振動を吸収するだし、フェルトだったらもしくはコルクもそうですけど振動をそもそもこうプラッターから浮かしちゃって振動を伝えない、うん、まあ、ロクさんなんか徹底しててスピンドルキャップ抜けますからね。そうだよね、スピンドルからのその振動も伝えないっていう方針ですけど、それに合わせていくっていうのが自分の考え方ですね、うん、それ逆にさスタビライザーとかさあれですね、はい、あれスタビライザー感っていうのはある。なんか俺はもう全然好きじゃないんだよね、うん、まあ、使わないですよ、絶対使いたくないんだよ、ね、なんか前言ったか分かんない、前言ったかもしれないけど、その話ね、それで言うとですね、でスタビライザーによって良くなったっていう感覚は分かるし、ね、その音がそうだねって分かるけども、自分はそれは好きじゃないよ、良くなったっていう意味での好きじゃない良くなった方向、はい、その話で言うと、うん、こうレコードこう置くじゃないですか、うん、これちょうどいいのがあったね、置いて叩く人いません？あーどうかな、それなんでちゃんときちっと入ってるスピンドルに入ってるかどうか確認っていうか入れようと思って、ああ入れようと思ってね、ああはいはい、まあ、あるかな、これダメだと思うんですよね。それ何キツキツなのはダメだっていう意味っていうか、ポンって置いて、うん、こうちょっとフリーな感じの方がいいんであって、わざわざ置いてなんてやっちゃうとギュッて入っちゃって、ギュッて入っちゃうから、そうだからもうもっとスタビライザーが持ってのほかになるよね。持ってそう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 でしょ、でさそのまあいろんな考え方があるけど、表面のねこの部分を俺も浮かしたいタイプなの、はいはいはい、浮かしたいわけ、だけどレコードはちょっとここに置いた時のグリップがあった方がいいかなっていう、そうですね、感覚もあるじゃん。あります、てか滑っちゃう時ありますもんね。でつまり氷の上で、俺行ったか行ってないか分かんないけど、うん、氷の上にこうレコードを置きましたね。それは最も極端な例だけど、置いた時にもうツルンツルンすぎちゃって、そしたらこう乗っかった時にも
空回りしちゃうような感覚があるんじゃないか、それは極端だけど、そしたらあんまり浮かすと空回りするんじゃないかっていう、なんかこう観念もあるな。ありますね。まあ、特に反ったレコードとかを金属系 の, そのターンテーブルシートに乗せちゃって何も対策しないと滑り本当に空転しちゃうんで、あ、本当に空転しちゃうね、レコードが反ってるとね、反ってると、はい。でそこの浮かすとグリップ力との矛盾っていうのがあるなっていうのはあって、うん、まあ、難しいんです。技術的にどうなのか分かんないけど、まあだからもう音聞くしかないんだけど、うん、まあだから本当はこう粘りのある素材がいいんですよね。ね、粘ってていくやつ、粘ってていくやつ本当はこうフリーなんですけど、うん、なんかトラクションがかかった時だけギュッてグリップするじゃないですか、うん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 、で今は使ってるのはそんなあのなんていうの、そこで付属のやつを使ってるでしょ。そうです、付属のやつがもちろんその設計思想に合ってるから それで一番いいだろうと、その勝手に変えたりしてなんかやるのよろしくないだろうと、そういうことですよね。ことになっちゃう。そうなんです、うん、でもちろん話戻りますけど、日本ってやっぱりハウリング起こしちゃダメみたいな文化もあるわけじゃないですか、うんうん、でいわゆるターンテーブルシート何重にもしたりとか、はい、いわゆるなんていうんですか、キャビネットのスパイクの下に五重の塔じゃないですけど、いろんな素材のやつを積み重ねて強振モードをずらせて、うん、ハウリングを起こさないようにするとか、いろいろあるじゃないですか、うん、でも基本的に最近の流行りとしてはリジット方向なのかなと思うんですよ。ね、リジット方向でしょ。ですよね。確実に確実に確実にリジット方向で、うん、吸着とかね。そうですよね、吸着とか、もうリジットの極致は吸着だよ。ですよね、うん、で、まあそんな中ですね、佐々木原さんがうん、委託倉庫の中をこうひっくり返すぞっていう話になりまして、まあ、長年、整理しなかったんで。佐々木原さんっていう人物は誰トップウィングの代表ですね。ああ、なるほど。トップウィングの佐々木原さんが、まあまあ知ってるけど一応聞きましたまあオーロラサンドの回にちょっと顔写真が出ましたから。ああ、そうかそうか、出たか、はい、すみません、はい、すみません。でひっくり返してきたらですね、でひっくり返してきた、で今リジットの方向に完全に行っちゃってる、うん、なんか絶対出てこないだろうですね、ターンテーブルシートが倉庫の中から出てきたんですよ。え、つまり何、逆っていうパターンが出てきた。そう、何これ、うわー、何これ、ぬっとりしてるね、これ俺今一瞬第一印象を言うとうまそうだと思うこんにゃくとかなんかフカヒレじゃないですか。そう、そんな感じな、うわー、これは何だろう今聞くとどんな音がするのかな。だいたい20年以上前のやつ、ね、あ、そうなの、これ2000年初めのやつ。この感じわかるかな、これビローンっていう、これ脳書き読みますね。ああ、新音響素材、アクトンドライポリマー、圧力衝撃振動吸収能力に類を見ない新音響素材、アクトンドライポリマー、うん、だそうです。ああ、いや、だから新素材ってさ、オーディオ界でもうみんな弱い単語なわけです常に新素材っていうものがあってで最後天然素材に負けちゃったりするで、この当時も新素材っつって、うん、これだっつっててあったのかもしれないし、ええ、実は今いいかもしれない。いいかもしれない、今聞くと改めてこのさ、サラサラ感がすごい。そうなんです、だからグリップの話じゃないですけど、あるのかもしれない。で、このいかにも振動を殺しそうなねっとりしたこんにゃくのような粘り、そうそうそう、聞いてみましょうか。いや、俺ちょっとこれ欲しいなでもこれは当時扱ってたけども、もはや当然売れなかった、製造は中止というか終了というか、終了っていう感じですね。これまで聞こえなかった響き半音が聞こえてくるつもり、そうですか、聞いてみます、聞いてみましょう。
それどうすりゃいいんだろうこれ、まあ、例えば今俺はこれは親父の作ったのブチル系、はい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 、とあれですよねスパイダーシート組み合わせてるっていう感じですよね。そうじゃあ上だけ変えますか。上だけ変えるか、はいはい、すっげえ興味深いよこれ。まあまあいいけど、これを変える、単純にこれを変えるというか、まあ、静かも入ってるんですね。そうだよ。どうしますこれ静かも取ります。いや、これだけの比較でいいんじゃないですか。これでいいんですかね、はい、それは知りたいですね。ですなんかかけたいものありますか。じゃあ俺これかけていい。これこの間本に載せたんだけどね、はい、これかけてないよね、このジャケット。かけてないですね。もうモロアコースティックなサウンドなんだけど、ホワイトバイナルです。ホワイトバイナル、yesterday's evils and drags them back into the sky. I have not long enough arms, my love, to reach for the curtains of life. The days have a thing for believers as the night has its hands in your eyes. And it may not just be tomorrow, it may be the rest of your life. And here is a song for the lonely. ちょっとわかんないかな。いい？俺でも。まあ書いてみましょうか。とりあえず。とりあえずね。とりあえずはい。余計なところに乗っけちゃうと、パックみたいだねこれ。そうなんです、ね。うん、あの触ってて面白いんですよね。うん、スライムじゃないですか。スライムだね。俺が言いたかった単語はスライムだね。Yesterday's evils and drags them back into the sky. I have not long enough arms, my love, to reach for the curtains of life. The days have a thing for believers as the night. これはこっちの方がいいな。どう？いやこっちの方がやっぱり多分20年前は流行んなかったと思うんですよ。どうなんだろうね。多分こっちの方がこう中域にパワーがあって、うん、そう。でなんか声の感じの落ち着き感方がもう全然良かったんだよね。すごいなんかちょっと。これの上ずった感じがしたんだよ、最初の。はい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 。ちょっとですね、もっと激しいの聞いてみますかね。激しいの。あ、激しいの持ってきた。激しいのは、なんかあれです。ロックのやつ。ロック。いや、ロックじゃなくてもいいんですけど。これとか。ああ、ボビー・ティモンズ。そう。ちょっとこれはじゃあ、どっちからいくか。もう一回じゃあこれやってから戻しましょうか。はい。
い程度がいいね。ジャッジメントレコードで買いましたけど、ジャッジメント、ええ、さすがあそこ状態がいいですね。相当なお金を出しましたねでもステレオ版なんで。あ、ステレオ、ええ、そう、俺リバーサイドのステレオ嫌いじゃないな。いや、自分もこれはステレオでいいなと思ったんです。ゴム系のターンテーブルって、まあ、ターンテーブルシートってゴム臭さはないじゃないですか。そう、でもなんかゴム臭さをなくすがゆえに音の響きもなんか少なからず削ってんかなっていうのは感じますね。これはよく響くね。響くんですよ。これ柔らかいからなんか全部吸収しちゃうかなと思いきやそうじゃないんですよね。このね、親指のブチルのやつ、これなぜ使ってるかって、で俺ブチに対してあまりいい印象ないし、うん、まあ、うん、どうなんだろうな。でこれよくブチルの骨作ったなと思ったの、今更というか。そう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 、うん、でもあの中低域の重みっていうの、うんうんうん、これはね結構あのいろいろ試してみたけど、あのそれなりのものがあって、はい、ロックのブイーンって出る音の感じがちょっと沈み込みがこれは良かったのね、うん、でそれでまあ割と使ってはいるんだけど、で実はそのこの間吉野編集長がコルクからの持ってきたのよ、はいはいはい、そしたらコルクのスコーンとか言って抜けてて、うんうんうん、あの本当になんかカリフォルニアの青い空が見えたので、ああターンテーブルシート俺そのままずっとなんか使ってたけど、あこれ変える余地あるなと思って、いたわけ。その矢先だよ、矢先これなんかで、これもやっぱりパーンってこう弾けるような抜けがあってて、そうなんですよ。でこんなで低音も軽くないじゃん、はい、まあ、逆にこうこれよりもちょっと下手したら出てるじゃないですか。そういう感じだよ ね全体のね、全体的な、はい、これはどっちかっていうとこう凝縮してる感じが、まあ、言葉にすればいいかもしれないけど、うん、もうこもった感じにもなってしまう、感じを俺は今したわけ。これパーンと弾いてきていいねこれね。ちょっと佐々木原さんにちょっと俺一報を入れないとまずいで、まあ、なんかですね、倉庫に探したらたくさんあったんですけど、売れ残ってたよ、ね、売れ残ってた、まあ、いわゆるね、うん、まあ、当然さっきの話じゃないですけど今存在してないやつなんで、うん、それはまあ売れなかったわけですよね。でも佐々木原さんこう気前がいいもんだから、はい、配っちゃったんですよね、なんか知り合いに。打ち来ないの打ち来ないもうね知ってるわけないよ、ね、いや探してる、それは俺が探してるなんて知らない、まあ、そうです、はいはい、で、2枚あるんで、うん、それどうしようかなっていうんで、うん、あそうそう、ちょっと俺、佐々木原さんとかにお中元今どっかデパートかなんか行って、はい、あ、そうですかで、そう、その話で言うとトップウィングですね、うん、直販サイトっていうのをこう立ち上げまして、はい、でそこで2枚、まあ、というか田中さんが買うんだったら残り1枚になっちゃいますけど、はいはい、まあ、出すらしいんでそんな2枚ポッチ出すんじゃないし、これもうもっと作ればいいじゃん、もう1回作る、これ多分どうやって作るのかわかんないけど、そうですよね。でなんか話によるとですね、なんかこれ言っていいかわかんないですけど、これ経年劣化した後の色らしいんですよ。ああそうなんだ、ね、本当はこういう色らしいんです、白い。あ、じゃあ黄ばんでるわけ、これ。そうなんです。もしかしたらもっと透明だったのかもしれないよね。そうなんですね。いわゆる
トリマーなんで、ああそうか、そう白い乳白色じゃないですけど感じなのが、なんか経年劣化かなんかでこの色になってるんですけど、まあ、少なくともこの弾力とかそういうのが失われてるわけではないので。そうだね、ええ、だってこれ何年、30年ぐらい前、もしかして20年前、2001年発売だそうです。ああ、わかんないもんですよね。すごいなあ。で、まあこれなんかここにきっちり定価が書いてあるんで、希望小売価格。こんな高いの20年前で。そうなんですよ。あ、そう。あ、そう。ただどうなんでしょう。あのこの値段で1枚ポッキリ出るかどうかわかんないですけど。あ、そう。いや、あのステラオシで今度はターンテーブルシート一斉視聴やろうって、あのシリ私欲企画だから、私欲企画、あのミニジャンでね、はい、自分の興味があるところをやろうと思ったけど、ちょっとこれ仲間に参戦してはいはい、彼氏しようかなっていう、こんなこと言ってていいのか分からないですけど、ステラオシが OK するか知らないけど、まあでもなんかお客さんの中で、この視聴者の中で興味ある人いたら2枚ポッキリ1枚こそこら先着で買えますんで、先着で、ああ すごい宣伝だね。でそれなんかいろいろとあのその直販サイト、うん、で、あのじ、まあ、言ってみればこれ自社製品でもないじゃない、そういうものもどんどんこう売るの、そうやっていこうかなみたいな話らしいですよ。自分も関わってる、そこの部分に関わってるわけじゃない、ね、ああそう、ええ、だからちょっとこれ持ってるけど出そうとかね。そうです、そうです。いやだからどうせならこれ出したらいいんじゃないのみたいな話は言いますけどね。なあ、そう、ええ、で、なんかまだあるの、まだあるんですよ、ターンテーブルシートつながりで、つながり、ターンテーブルシートではない、ターンテーブルシートです、ターンテーブルシートなんですけど、はいはい、ティエンっていう台湾の、あ、ティエンの、はいはいはい、ダブルベースレコードマットっていう、あ、これはなんか、これかと思っちゃったなにこれ、うわすごいなこれ、これだよねこれ名前はいいね、ダブルベース、これも一応取り扱いというか、うん、そうだよね、新製品だし、ね、久しぶりに宣伝っぽいこと言ってるね本当に、いやでもですねこれはで映るかどうかわかんない、あえ売る、これ売るの、これ売りますよ、でこれはしかも高いです、もっと高いだろうね、高そうだよこれ、うん、まあティエンのこうポリシーというかあれとしては、うん、これもいいじゃんなんかまだそういうこと言う、これ誰に静電気起こっちゃうの、ああそうですね、はい、あのポリシーとしてはレコードと同じ素材で作る方がいいんだっていう話らしくて、いやつまりあの疑似重量版ってことになるよね、うん、いやだけどレコードそのものも静電気ってすごい負担するじゃないですか、はいはいはい、だから同じ素材だったらまた負担する、忘れたらそうなっちゃいますよね、うん、感じだよね。でもこれじゃあレコード同じ素材でなんかこのピカピカっていう光ってるもの何かまたあるんですかね、さあさあっていうところなんですね、なんともわかんないですよ、これやってみる、聞き比べてみましょうか、でもこのなんか20年前のものとこれから売り出そうとするものを聞き比べてもいいの？というか今のこれと聞き比べます、今のあの田中さんの今まで聞いてたやつと、と、はい、もういいよ別に、まあ別に全部聞き比べてもいいですけどね、うん、いやまあというかこれはですね方向性が全然結構違うんで、はい、結構これはこういう感じじゃないですか、このあのはいはいはいポリマーは、ね、ポリマーは結構これはですね結構削ぎ落とす系なんですよ、あー、そぎ落とす系、ええ、俺ダメだね脇に言うと、そうだね、ちょっとじゃあいい、そうなんだ、ほんとに、これ聞いてみるか、今回宣伝モードですけど、どうしようかな、技術顧問としてですね、はい、あの
販売の方の営業からですね、ちょっとお願いしますよって言われちゃったんで、はい、お願いしますって言われたら俺もなんかそれ答えなきゃならない。いやいやいや、そうね、ダブルベースっていうのが自分はこれかなと思って持ってきたんですけど。おー、そうダブルベースつながるね。じゃあちょっとね、いいですか、ピアノトリオ、ジョン・ヒックス、この間ジョン・ヒックスつながりで、か、そう、じゃあ、やっぱりちょっとあれだな、ごめん、ロックいくか、ロック、はそうですね、うん、ちょっと あんまりジャズっぽいのもあれなんで、チアっていうバンドなんですけども、はい、ディスクユニオンのいいっすよこれ読んじゃいますけど、いいですよディスクユニオンで、うん、買って、アナログ誌のレレレっていうね、あ、はい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 、連載というか、うん、やってて、その中でこれ買ったんですよ今回。あの、ユニオンだったんですね、のロックストア行った、あ、なるほど、それでこれを買ったんです。でそれは紙面を見てくださいっていう感じなんですけども、うん、モノ版があって、これステローなんで、はい、でモノ版2万円以上、2万円以上する、はい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 、でこれステローなん で、はい、でさっきのリバーサイドじゃないけど、あのモノ版の良さもあるけど、これ聞いた限りでは俺やっぱりステローの方がいいなと思って、うん、で3ピースのロックバンドで、まあドロッとした Raise a harder.
summertime blues。 もう一回ちょっと戻していい？はい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 。ちょっとこれ、うん、収録はカットされるかもしれない。結局ね、ホワイトのやつ一番あのドロドロしててアクが強い感じがしたんで、うんうん、でこれはよく言えばかもしれないけど、その低音が不鮮明な、なんか変なこう変な凄みみたいな、うんうんうん、このバンドなんていうんですかね、そう、これの持っている60年代後半のアメリカのなんかサイケというかガレージななんか変な機材で、変なかわかんないけど感じがすごくしてて、俺はあの親枝のやつがこれ一番このバーンに関しては好きだったね。なんかどうぞコメントあれば。やっぱりそれが嫌だって人いると思うよ。そう、あ、なんだ、はっきりしねえよなこれ、なんかちょっと歪みっぽいしみたいな。これは多分聞いてわかると思うんですよ、うん、まあ感じたままがそのままかなって思いますね。好み分かれるね、これ分かれますね、これは。こういうちょっと特殊な音楽だったから、だから俺なんか今思い出したの、なんで俺これ使ってたろうなと思って、はい、で言ったら、あ、やっぱりこういうなんかあのぐじゃぐじゃしたやつ の、 あの混沌とした感じがものすごく出てて、うん、オーディオ的にはもう失格なのかもしれないけど、その混沌としてるところが俺好きなんだなと思って今分かって、だどん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 整理がよくできてて、これをはやっぱりオーディオ的のグレードで言えばすごいよね、分離がよくなって分離いいですよねこれ、うん、別にあのね訓練とか全く関係なくて、いや、まあはい、普通にフラットに見て、うん、そういう感じがしました、うん、まあ、でも田中さんは嫌いだろうなと思って持ってきました。ああ、そう、そう。まあまあ、あの、そうでしょうねっていう感じなんですけど、うん、だからまあ、あの、ちょっとリマスタリングされた感じするんです。ああ、そうしますね、うん、で、まあこれは結局そんな安くはないので、これは、うん、400ドル、グローバルプレイプライスが400ドルで、ドル、US ドルです。ああ、なるほど、そこそこしますね。で、今ね、150円に行きそうな感じですから、もう匂わしてますね、そういう感じですね。そうですね、はい、そうですか。いやー、でもちょっとね、シートの世界深いな。深いですね。だから俺はもう、あの、気にしないで、あの、考えなくていいものはどんどん削ぎ落としてっていこうと思ってたけど、なんかまた思い出しちゃったみたいな。2枚ぐらいあるといいんじゃないですか、こう上に置いといて、これ違うなと思ったらペッて変えるぐらい。いや、もうほんとそれカートリッジだけで勘弁してほしい。ほんとにで、やっぱり考えること多すぎる ね、 で、これだからまたシート の、 あの重ね20、30みたいな世界、ね、入ってくると、はい、すごい世界が待ってるね、うんうん、で僕はね、これついでに行っちゃうと、はいはい、これがあって、これはスパイダーシートの、はい、ね、切り抜いたやつ、うん、これは別にあのスパイダーシート買ってきて、切ってるだけ、切ってるだけ、うん、で、これってグリップ力が強いから、うん、めちょっとしてて、はい、で、これがいいわけで、これはあの、電磁波防止の基礎アコースティックの静かってやつ、はい、一応これでモーターの電磁波防止対策で、最後これが、まあ、これもこれでグリップ力が強いんで、こうやってやった時になんかズルズルってなってほしい。
なるほど、はい、わかる。ズルズルってなってほしくないけど、やっぱりさっき言ってたように浮いててほしいみたいな願望がこれに出てる、うんうん、スパイダー、うんうん、っていうのが一応自分の納得させた結論なんだけど、はい、まずいね、こういうもんでるんですねいいね、だからあのメーカーのターンテーブル思想そのまま使いますっていうのが一番あの純粋で不純じゃなくていいね。まあでもそこで迷う必要ないし、ね、まあまあまあ、ポリマーを使おうって気になんないでしょ。いや、え、もう使ってんの実は、ええ、このポリマーは、うん、あの佐々木彩さんに言ってですね、うん、もう自分はもらったんですよ、これ試して。おうおうおう。で、今デノンの方は、あ、デノンね、デノンの方はポリマー引いて、うん、これ上に乗っけて二重でやってます。おー、それしっくりくんかもしんないな、うん、ダブルのなんか効果でね。そう、うーん二重三重はやめよう、もう。やめましょう